はいどうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけれども、限界コードチャンネルのですね、トンちゃんさんが、キングになりました文房具、こちらご紹介させていただきたいなと思います。で、文房具なんですけれども、見ていただいたらわかるようにですね、エクストラデッキ以外はもうめちゃくちゃ安いんですよ。なんと SR 高活の1枚だけで、あとはノーマルかレアです。これで実は結構強いんですよね。だからマジでね、リンクスを例えば今から始める人に何のデッキをお勧めしますかって言われたら、俺結構文房具かもしんない。それぐらいある程度の強さちゃんと担保しつつ、しかも安いっていう、これめちゃくちゃいい無課金デッキなんですよね。なんで、このデッキね、使い方しっかり解説していきたいと思います。で、まずエクストラデッキで必要だなと思うのは、このユートのレベルアップホースのカーストジャベリン、こいつだけです。こいつなんでかっていうと、エクシュー素材1個取り除いて相手モンスターの攻撃力を、短所の前にゼロにすることできるんですよ。効果は無効になるんですけどっていう風な効果があって、なんでこのカーストジャベリン攻撃力ゼロにするのが大事なんですよね。で、なんでかっていうとね、この文房具003っていうのが、場の文房具カードの数かける500、攻守を1体モンスター上げるっていうのがあるんですよ。これでね、4000打点簡単に出すことができるんですよね。で、しかもこの文房具003っていうのがエースなんですけど、召喚に成功した時に003以外の文房具1体を特殊召喚するっていう風な効果があって、それで、まあ、必要な文房具を横に出すことができたんですよ。だから、この003を引いてるかどうかで、パワーってめちゃくちゃ変わってたんですよね。だから、今までの文房具っていうのは、この003引くかどうかに依存してたから、安定がなかったんですよ。でも今はどうかっていうと、002っていうのがいて、これ前からいたんだけど、特殊召喚に成功した場合にデッキから文房具カード1枚手札に加えることができるんですよ。これで要は003取ってくるんですよね。じゃあこれどうやって特殊召喚するんだっていうのが今までの課題だったんですけど、ペンデュラムが来て変わりました。ペンデュラム召喚で出すことができます。これね、下スケールレベル1の文房具006と、上スケールの005、まああと下スケの008がいるんですけど、こいつらを使うと、002を出すことができるんですよね。なんでそれが非常に強いと。で、しかもこの006、005、008、これ全部強くて、008はね、この008以外の場の、文房具カードがですね、効果の対象にならなくなるんですよ、こいつがいると。だから、まあ、全員ヘイズみたいになるみたいな感じですね。008、2体並べると、例えば003、008、008みたいな盤面、388の盤面作ると、ファントムナイツは何も対象取れないから素材取り外せないだったりだとかっていうことになったりとかもします。で、こいつ5と6も強いです。5はですね、特殊召喚、召喚特殊召喚に成功した時にフィールドの魔法トラップ1枚破壊することができます。で、プラス墓地のこいつがペンデュラムゾーンで破壊された場合、墓地の文房具モンスター1体を特殊召喚できます。で、この006は召喚特殊召喚成功時にフィールドのモンスター1体を攻撃力、表示形式変えれます。だからね、相手の趣味モンスターとかをこいつに無理やり叩き起こして打点5000とかでバーンって殴るんですよ。で、こいつがペンデュラムゾーンで破壊された場合、墓地の文房具カード1枚を手札に加えるっていうのもあるんで、だから嵐がめっちゃ強いんですよね。嵐で横展開しながら003とかを回収するともう一回盤面作れるんですよ。だからこれね、マジで強い。嵐3枚いや5枚積みたいカードって感じです。じゃあ、そんな感じなんですけど、今からちょっとリプレイ解説ね、やっていきたいなと思います。まあ、このデッキね、舐めてた。正直効果読むのめんどくさいなとかって思って、まあ、触らんかったんですけど、これねめっちゃいいよ、このデッキ。ほんまびっくりした。ぜひ使ってみてほしいです。では、まずですね、ハンドは、はい、このカードで先行です。で、ちなみにフィールド魔法もめっちゃ強いです。フィールド魔法は、文房具モンスターの攻守500アップするっていうのと、メインフェーズ時に手札の文房具カードを、好きなだけデッキに戻して、戻した分デッキからドローできるんですよ。やばないっていう効果があります。で、このハンド、じゃあどう動きますかというと、これは、まず、はい、003召喚。召喚時効果で、はい、特殊召喚デッキからできます。で、002出します。特殊召喚に成功したんで、1枚手札に加えます。これで、よいしょ、1スケ、スケール1とスケール10で、ペンデュラム召喚で、よいしょ。で、もう一回002出たので、まあ、後続のじゃあ003取ってきますか。で、文房具ベースを貼ります。で、ターンエンド。サイクロン使われました。で、ここ潰されます。まあまあまあって感じやね。で、この後絆の力使います。で、これやばいっす。
まず003効果っつって、これ打点4300になります。なぜかっていうと文房具の数かける500アップするんで、12345枚ありますね。つまり2500アップします、攻撃力がっていう感じになります。で、こうなります。で、殴り行ったところカイトロイドで守られます。関係ない、殴ってライフ取りに行きましょう。では、お相手さん何のカードを出してくるんでしょうか。はい、ダークフュージョンなんでやねで、殴ってくるんですけど、見て、今500しか食らわなかった。こいつ攻撃力4000なんで、4500に殴られても残念ながら死にません。強すぎます。で、ここから見てください。これランク2でカーストジャベリン作れるんですよ。で、カーストジャベリン効果発動つって、攻撃力0にできます。やばない。で、これも勝ちなんだけど、一応嵐使うとこんなことできるよなっていうのがあって、嵐使うとパンパーンってやったじゃないですか。まず、モンスター効果1枚。特殊召喚だったかな、これは。で、これは1枚回収になります。なんで、これ嵐がね、まず爆発なんですよ。あいつの後ろぶっ破しながら、アドめちゃくちゃ取れるんで、で、これで文房具ベースで、で、ペンディラムスケール貼って、バトル。で、もちろん重ね掛けできます。こいつら単一制限ないです。昔のカードなんでやばないマジでやばい。打点やばすぎる。これリンクスにおいてはこのデッキね、正直ね、全然環境に入るって言われても、なんて言うんだろう、あ、だよねって思うぐらい強い。普通に環境に入るかどうかっていうのはまあぶっちゃけ分かんないんだけど、でもそれぐらいのポテンシャル感じるし、なんで、まあ、無課金の人とかでやるんだったらマジでおすすめです。では、次ですね、サメちゃん想定で今から動いていきますね。サメちゃん想定の場合は、どう動くかっていうと、はい、こうして、1、2、文房具005とか出して、よいしょと。できれば、008出していきたいです。なんで、まず003取ってきて、003召喚からの、はい、横展開。で、008ですね、を出しましょう。008、008、003を目指したいんだけど。で、まあ一応相手サメちゃんでしたね。変わったカード入ってたんですけど、まあサメちゃんはサメちゃんって感じでした。で、グレイドルドラゴン出てきます。厄介なサメちゃんですね。で、相手破壊できるのここだけなんで、008を破壊してみます。で、俺でもうちょい早めに003の効果使ったらよかったですね。ちょっとミスりましたね、使うタイミング。まあまあまあ。で、ここから動いていきます。002引いたんで、はい。ここでペンディラム召喚003を取ってきます。で、003出して、003から、これ、005出します。005で後ろ、触りに行きます。で、よいしょと。クジラ出てきました。まあ、エネアーム展開した方が良かったかなとは思うけど。まあまあまあって感じです。で、殴って、ターンエンドと。で、鬼ガエル、着替えるかな。出てきて、こう展開してこらえるんですが、はい、全く問題ないです。で、サメの領域使われてスパイダーシャーク出てきます。で、スパイダーシャーク出てくるんですけれども、この文房具003の打点がエグやばいんで、はい、こっからほっ2500ポイントアップ、やばない、マジで強いと思うこれ。で、次ですね、文房具ベース貼って、文房具ベースでちょっと1枚入れ替えましょう。ほい、入れ替えてる間に相手がサレンダーと。まあこれね、ずっと守備表示でポンポンポンって出していったらスパイダーシャーク1枚突破とかできないんで、もう強いっす相手も手札ないっすっていう感じです。では、最後もう一戦、リプレイ解説やっていきたいと思います。確かファントムナイツだったかな、相手の人は。ハンドはこんな感じ。ちょっとかぶりすぎちゃってるね、005が。で、相手3伏せです。あ、これね、確かね、相手があんま動けてないんだよね。003から002出して、002効果で、スケール取ってきて、ペンディラムスケールをセッティング、ペンディラムスケールをセッティングで、ペンディラム召喚で、005で1枚潰しに行きます。そうすると、ここ潰されてしまって、まあ、ただ、005もう一回出して、場の分母カード増やします。で、ね、こう、OK。で、ここもう一回殴って、で、殴りに行って、突きましょう。まあまあ、って感じ。一応ね、ドロ戦ローレベルのバスブレの可能性も考えてたから、一応こんな感じの殴り方しました。
で、まあ後ろに硬滑あるんで、まあまあ大丈夫だろうっていう風な感じで動いてます。でラギットグローブからのターンエンドされる OK で、008引いたんで008アドバンスショーを出します。そうすることによって相手は008しか対象取れません。で出します。で今特殊召喚成功したんで後ろ破壊、これね008しか対象取れないですよね、残念ながら。でこの間にシュッて早めに効果使っておきます。でバトルパンチパンチで GG って感じです。いかがでしょう文房具、めちゃくちゃね楽しいデッキとなっております。ぜひぜひ皆さん使ってみてください。今回の動画が良かったらぜひチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。